こんにちは、鈴木健三と申します。さあ皆さん、ポケットモンスタールビーサファイアエメラルドやってらっしゃいますでしょうか？皆さん一度はこういう風に考えたことはあると思います。ポケモン10画面同時に操作したいなぁと、そんな人類の夢、本日私鈴木健三叶えていきたいと思います。ということで用意しました、こちらゲームキューブ10台、ゲームボーイプレイヤー付き、ポータブル DVD プレイヤー9台やばいね、ルビーサファイア10本。そして今回の肝、これウェーブバードと言いまして、ゲームキューブの無線コントローラー、これをあのゲームキューブ側に挿して、でレシーバーね、こっちがで、こっちダイヤル両方同じ数字合わせてやると、こっちの操作がゲームキューブ側に無線で届くっていう、このゲームキューブのウェーブバードっていう無線コントローラーをですね、のですね、レシーバーを私10個持ってますんで、これね、全部同じダイヤルにして、これ操作すれば全部同じ動きをしてくれるということで、これ使っていきたいと思います。まずはルビーサワイア10本の電池を入れ替えていきます。どうしそうさ、よーし、 やべえ、サイバーテロリストだ、どうしよう俺。完成いたしましたね、皆さんこれやばくないか、ちょっとこれなんだこれ、本当に業務用何この部屋、やばいね、これ俺の個人宅だよこれすごいお金持ちみたいだ、やべえ。ちょっと色違いやってみようか、どんぐらい効率がいいのか。10倍色違い厳選じゃ。あれ、え、あ、すごい、え、すごい、え、こんなん初めて見た。あーポチエラがちょっとわかります、これポチエラが光りました。これすごくないか、これすごくないか、ちょっとこれはなかなか、これが10倍の力か、うわもったいね、これ欲しい。あ、やっぱいいな、この3世代の色違いの感じいいね、これね、なんかね、ドットの色違いの感じというかね。ああ、え、ああ来たやったやった、よし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 、皆さん来ました、ご覧ください、これ色違いの水五郎が出ました、これはいや、おい、これが10倍の力だぞ、やったやった、ちょっとえ、嬉しい、こんな3世代でこんなポンポン色違い出ることってある？今、528回なんで5280回、試行回数が。まあまあ妥当なところかな。わー、やったーこう。すごくね、ちょっと普通に。ドブザライにしよう、名前。ドブザライ、ドブザライ。これさ、これ外国人受けしそうじゃない？めちゃめちゃ。皆さんいかがだったでしょうか？10倍色違い厳選。これ結構お金もかかっちゃってるんで、今後僕は3世代10画面でやっていきたいと思いますので、皆さんどうか10画面で何かやってほしいこととかあればぜひ教えてください。そして皆さんもぜひ10画面でプレイしてみてはいかがでしょうか？絶対やれよ。鈴木健三の高校が今破裂しそう、破裂しちゃっている。